田上選手に来ていただきましたまず試合を終えた感想をお願いしますうわやっぱり勝ちきれなかったっていう部分がやっぱり大きいですしまあ、でも、えー、ポジティングらえればやっぱり次に繋がる勝ち点というのが取れたんじゃないかなと思うのでこの勝ち点というのあのー、次に活かせるように、えー、また練習したいいゲームしたいなと思いますそして今日は同級生対決ということで相手にアリゾ園選手いましたがそこら辺は意識されたりされたんですか そうですねやっぱりあの高校時代、えー、2人とも特待じゃなくて一般生で、えー、サッカーを始めて、えー、切磋琢磨して戦った仲間だったので、えー、特別な思いというのはやっぱりありましたし、えー、あいつの前でやっぱり結果を出してやりたいというのもあり,ありましたので、はいまあ、勝ちたたかったです応援してくれたファンの方にメッセージをお願いします、えー、本当に、えー、たくさんの方が来ていただいて、えー、勝利というものはあのー、届けることできなかったんですけど えー、もっともっと気持ちを見せたホームゲームというのを見,見せて、えー、最後、しっかりシーズン終わった時に皆さん笑顔にできるようにまた、えー、一生懸命頑張っていきたいなというふうふに思っています。